さあ続いてはサッカーです、はい、来月3日ワールドカップ最終予選前最後の公式戦となるキリンカップが開幕しますが、うん、松木さん注目はやっぱり気になるのは僕が現役時代守ってたですね、はい、サイドバックですよね、うん、そうですよね、はい、日本はこの長友選手と内田選手が長い間務められてましたよね。そうなんです。でも今回紹介するのはここに割って入ってほしい選手なんです。ちょっと宇佐美さん一緒に。はい、わかりました。出てきたこの坂井豪徳選手絶対に使いたくなる選手なんです、うん、ドイツハンブルクのある日の練習場、サポーターからサイン攻めにあっている選手がいました。日本代表坂井豪徳25歳、若干20歳でドイツブンデスリーガに移籍し、この5年間成長を続けてきました。その活躍に現地メディアではこんな記事も。我々は彼をすぐに帰化させるべきである。母親がドイツ人だということもあり、なんとドイツ代表に推薦されたんです。そんな坂井にサポーターも。彼は誰が何と言おうとハンブルク人さ、ずっといてほしいね。ドイツで絶賛の坂井、松木さん一体どんな選手なんですか、うん、いやとにかく絶対に使いたくなる選手なんですよ、はい、まあディフェンダーの選手でサイドバックのポジションなんですけど、まず左からこの果敢に攻め上がる、はい、そしてスピード、そして正確なこのクロスということでね、いやもう得点にね絡む素晴らしいプレーですよね。確かに使いたくなる、はい、そして、うん、今度はなんと右サイドバック、この上がりから左足と同様ですね。これ右足でももう正確なもうこのクロス見事ですね。どっちが利き足か分からない。いや本当、はい、まあ、このようにですね、まあ、一人の選手が、まあ、複数のポジションをできる選手っていうのはユーティリティープレイヤーと言われていましてね、もうすごく今求められている選手なんですね、はい、いや素晴らしい、使いたい、うん、現在坂井はドイツで家族4人暮らしをしています。結婚はなんと19歳の時、自宅ではすっかりパパの顔になるんです。いやいいですよ、早く家庭のことはやっぱり見つけたら安定すると思いますし、どうでしょう、いいですよ。こっちはあのこっちもお前坊さん、こっちはどっちかってママです。パパのどっちですか。お世辞言ってます。お世辞言ってます。パパテレビ見たらどうやって応援してるんですか。応援してない。してない、してないみたいです。パパ頑張る。痛い痛い。そんな坂井、日本代表で初めて出場したのは21歳の時でした。しかしそこには常にある悩みがあったといいます。まあ一つは言われすぎましたよね。周りがやっぱり変わりだ変わりだって言うから出なかった時とかに、催眠術じゃないですけど、まあ先輩に内田篤人と長友佑都がいますかって言われ続けたら、なんか自分で自信を持ってることがバカのように感じてしまうような感覚に陥ってしまった時もあったっていうか。内田篤人と長友佑都、世界の舞台で実績を残してきた同じポジションの偉大な先輩たち、代表に呼ばれてもベンチを温め続ける日々が続きました。それでもこの野郎って思って自分に対して全然ダメじゃねえかって思ったりとか、自分の課題に向かって努力していった時に、半年後なのか1年後なのか3年後なのか分かんないですけど、ライバルしてたやつよりやっぱりポジション的に上にいたりすることが自分の中で多かったんで、本当に一歩一歩進んでいくんだタイプなんだなって。一歩ずつ一歩ずつ、そして今年その積み重ねがついに先輩内田を超える快挙につながったんです。日本人史上最年少でのブンデスリーガ100試合出場達成。坂井は
確かな自信が芽生えていました。で以前までは自分は何だろう、こう対象時代に篤人君のようにしなきゃとか、でもやっぱりプレーするときは、まあ、俺は俺なんだっていうふうにやっぱ思って、自分らしい、サザエボートらしいっていうサッカーをいかに表現するかが、これから代表に関わっていく自分にすごく大事になっていくんじゃないかなと思って。そして日本代表最新情報です。キリンカップに向け海外組の選手を中心に行っている事前合宿、左右両方のサイドバックをこなす酒井豪徳がチーム内での新たなポジション獲得へ向け動き出します。雰囲気作りの役も一役買いたいなと思ってやってたし、まあ、非常にいい流れで、今ここまで来ているので、まあ、最後までみんな怪我なくやれたらいいかなというふうに思います。日本代表ゴールキーパー西川周作選手、所属している浦和レッズの試合に行ってきました。さあ、西川選手は試合中どんな動きをしているのか、このカメラで追ってみます。なるほど。さあ、味方の攻撃中ゴールキーパーって画面に映ることほとんどないですね。ボール見ちゃいますからね、はい、例えばこの時西川選手はというと、はい、手を使えるペナルティーエリアを大きく出てセンターサークルに来てるんですね、はい、そしてこのようにボールが相手に渡るとその時西川選手は急いで戻る。結構ね走ってるんです。本当だ、知らなかった。そしてさらにボールが来るとペナルティーエリアの外です。外ですよね。ヘディングしました。ボールをつなぎました。守備から攻撃へ切り替えているんですね。ディフェンダーみたいな。そしてゴールキーパーといえばこうやって相手に攻め込まれた時、はい、シュートが来た、はい、シュート止めました、はい、その後なんです。注目はキックする、ね、早い。こう遠くにいる味方に対してピンポイントのパスしてるんですね、はい、守備だけでなくこうした鋭いキックから攻撃の起点になっているんですね。それは西川選手だけを見てたんです90分間、はい、本当ですか。そうです。西川選手は攻めたがりなんですね。攻めたがりですね。ボールを、取って奪って、からの攻撃参加っていうところは、非常に自信がありますし、まあ、僕としてはゴールキーパーは本当にゲームメーカー的存在だと思っているので。ゲームメーカー。ゴールキーパーはゲームメーカーだという西川選手。昨シーズン前方へのロングパス成功数は2位に大差をつけ1位。では西川選手はパスを成功させるために一体どんなボールを蹴っているのでしょうか。西川選手の高いキックの技術を体験したいと思います。まず学生時代ゴールキーパーだった僕のパスを西川選手に受けてもらいます。恐縮です、すみません。おい、あーごめんなさい。できんだ、やばい、申し訳ない。おお、すごいすごい、ナイスボール。狙った場所になんとかボールを送ることはできました。ナイスボール。よし、続いて西川選手のキック。わー、わー、すごい、わー、わー、わあ、すごい。胸元へピタリ。僕はほとんど動いてません。そして注目してもらいたいのはその軌道。僕のものに比べ低いことがはっきりわかります。西川選手が蹴る低い軌道のボール、ここにロングパスが成功する理由があるんです。できるだけ時間を短くして
ディフェンスが味方の選手に対して、寄せれない時間を作るというか、パスが高い軌道になった場合、ボールの滞空時間は長くなります。その分、守備側にボールの落下地点へ入る時間を与えてしまうのです。西川選手が蹴る低い軌道のボールは滞空時間が短く、味方は相手にマークされる前にフリーの状態で受けることができるのです。今度は走っている僕の前のスペースを狙ってもらうと、この軌道を見てください。なんと西川選手が蹴ったボールは中央から外へ曲がっていきます。外に曲げる蹴り方っていうのはよくしますね。ディフェンスの選手もまっすぐ来るんじゃないかと思って、その軌道をだいたい間違えてかぶってしまったり、やっぱりまっすぐだとうまく読まれてしまうので、ボールのコースを相手に読まれないように曲げる。どうやったらそんなことができるんでしょうか。アウトサイドで、こすってアウト回転をかける。足の外側でこすって回転をかけるとは、回転を分かりやすくするため色を塗ったボールを蹴ってもらいます。すごいですね。作ったんですか。マジ。まずキックの瞬間、ボールには足の甲を当てています。そして右下の方向に擦りながら振り抜いています。ボールの回転にも注目してください。ピッチの外側に向かって回っているのが分かります。西川選手が繰り出したボールからゴールも生まれてきました。状況に応じてさまざまなボールを蹴り分け、ゲームメイクします。日本代表戦でもそのキックからゴールが生まれる日も近いかもしれません。バス、セセイラテクニック、デフラップ、デプレシジョン、エクセプショナル。Et ça, c'est dans le football moderne, c'est très important. 自分の一つのこう武器でもあるキックを日本代表の武器にやっぱり新しく付け加えていきたいなっていうふうに思いますし、自分のキックは日本代表にも生かせると思っているので、精度の高いキックを日本中の、いや、まあ、世界中の方に見てもらうチャンスじゃないかなと思います。